いちごの親父、お邪魔するだす。今日は午後6時半から太鼓の生放送だぞ。世界一決定戦の情報だから絶対に見逃さないように。君たちも出るんでしょ？そうだね、私も見るよ。予選に参加することになったの。1年生のアンジェラは結構上手なんだね。羨ましいな。ねえ知ってる？明日私も誕生日のこと絶対に忘れないでよね。そうだったな。明日誕生会をミルンの家で開くことにしたから楽しみに待っておけな。え？私の家で開くの？ああ、ひなでした。あれ？太鼓の生放送は午後7時30分まででしたよ。放送終了から30分オーバーしてるよ。今日はボンボンリボンの誕生日だね。彼女が好きなのはホットケーキだな。誕生日プレゼントとしてホットケーキを作ったら？バーバラバーバーバースプリン！うわぁ！ひなでした！俺っちも少し食べてみるね。俺も食べてみるだす。じゃあみんなでボンボンリボンにプレゼント届けに行くね。お前たちだと危ないからそこはキング、アレク、ブラウニーが届けに行くだす。ああ、ひなでした。ただいまだす。渋滞で大変だっただす。どうぞスパイスースパイスースースパイ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 スース。よくもつまみ食いと言ってくれたにょい。許さないにょい。こうしてやるにょい。パチパチないないないって。
やりまくりだっす、くりゃまだまだ半人前のダンスチームだけど、やる気は人一倍。ヤーヤーならアサヒなんてちっちゃい頃から超ビビりで、私がいつも腕引っ張って連れて行ってたし。デストロイ、あなたはもう逃げられません。午前8時13分脅迫罪で逮捕。